はいどうも皆さんこんにちは、こたパパです。はい、今日はですね、イヤホンのレビューをさせていただきたいなと思います。またしれーっとねやられたんですよ。アンカーにアンカーがしれーっと出してたっていうのを知って、急いでポチって昨日届いたんですけども、ちょっとネタバレになってるんであんまりここではお話ししないんですけども、ものすごい性能を備えた、なおかつコスパがすごいっていう商品で、革命的なイヤホンになるかもしれないっていうことなんで、そこら辺をねちょっと皆さんと一緒に検証していきたいなと思っております。ちなみにブツがですねこちらになります。こちらのイヤホンですね。結構ね、重みがあってずっしりしてるんで、どんな中身なのかなっていうのがすごい気になるところですね。あとですね、私事なんですけども、ちょっと手荒れがひどいので、手袋をしてレビューさせていただきたいと思います。お見苦しいシーンが撮れないように、またね、見てくださった人を不快にさせないようにっていうためにもね、手袋つけてやっているんですけども、その辺はどうぞご理解ください。最後まで、どうぞお付き合いください。あとね、今日の動画良かったよって思った方、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。あと、高評価いただけるだけで、僕の動画作成モチベーションがバチッと上がりますんで、その辺も合わせてよろしくお願いします。はい、それではアンカー見ていきたいと思います。では行ってみましょう。レッツゴー。はい、それでは商品見ていきたいと思います。今日ご紹介させていただく、イヤホンなんですけども、アンカーのサウンドコア、リバティ2プロ、アップグレードバージョンということで、リバティ2プロの、第2世代となります。非常にね、しっかりした箱に入っていて、到着した時にびっくりしたんですけども、それではですね、早速中を開けてみたいと思います。あ、そうだ、先にこれをお伝えしなければ。このアンカーの今回のイヤホンなんですけど、見ていただくとわかるんですけど、わかりますかね？これがですね、LDAC に対応していて、なおかつ、ハイレゾを聞くことができます。で、お値段が約、なんと、1万3000円です。というところで、期待値はめちゃくちゃ高いですね。はい、それでは早速開けてみたいと思います。はい、それでは開けていきます。おー、かっこいいじゃない。見て。はい、すごい、なんか構造をめちゃめちゃアピールしている写真と、この綺麗に収まっている、イヤホン本体に、それと、ケースですね。はい、すごい、これで本当にそんな安くていいのみたいな感じの、すごい綺麗なモデルになってます。じゃあ早速着ていきたいと思います。こちらが本体になります。本体はとりあえず置いといて、でまず同梱物の確認からやっていきたいと思います。はい。こちらがですね、取扱説明書等一式となります。こちらがですね、充電用の USB Type C のケーブルとなっております。あとですね、ちょっと見えるかな？どうだろう。アンカーって面白いんだよね。イヤーピースが、中にある、とどまってるんだよね。で、ここに1、2、3、4、5、6サイズあって、デフォルトで、もう一個くっついてるので、イヤーピース全部で7サイズあることになります。補足なんですけども、上段、一番上の上段の部分が、イヤーウィングになっています。そうすると、イヤーウィングは、3サイズあることになります。ということで、同梱物の確認は以上となります。それではですね、早速、本体の方を見ていきたいと思います。はい、それでは本体の方を見ていきたいと思います。はい、こちらが本体になりますね。まず外観なんですけども、すごくね、マットな仕上がりになっててね、気持ちいいですよ。上品、上質な感じがする。フロントに、
アンカーサウンドコアのロゴが入っております。大きさはね、こう手で持って、僕の手でちょっと隠れきらない部分もあるけど、うん、ちょっと大きめかもしれない。うん、ちょっと女性の手には多分はまんないと思うな。うん、フロントでリアを見ていただくと、こちらは特にないですね。で、ぐるーっと回していくと、ここですね。これが、充電口となります。で、その隣にあるこのちっちゃい黒いのが、これがリセットボタンになりますね。はい。外観はそんな感じです。ということで、早速中開けてみたいと思います。そういうことなんだ。見せてくださいね。オープンってやろうとして、上に思いっきり開けようとしたら開かなかったんですよ。で、これちらね、まあ、もっと、オープンっていうところ引っ張ります。はい。スライド式になってるんですよね、ケースが。リバティエア2プロも、こういうスライド型なんで、ちょっとそれと、まあ、被ってはいるんですけども、もう、かっこいい。で、中なんですけども、まあ、特に、まあ、特別ね、コメントするようなことはないと、ないような気がします。そういった、あとは、イヤホン本体ですね。結構大ぶりです。はい。でもね、すごい高級な感じがするんですよ。で、見えますかね。ここに、ここですね。ここで、ロゴが入っております。で、イヤーウィングがあって、イヤーピースがあって、ドライバーのサイズのせいなのかな、よくわからないけど、大ぶりではありますね。で、ここに、物理ボタンがあります。これが R になるんですけども、L の方はどうかと言います。ありますね。こちらにもここに、はい、物理ボタンがついております。なので、操作は物理ボタンになります。今日のレビュー項目、3つ、ご用意しました。1番アンビエント、2番音質、3番バッテリーというこの3点に、フォーカスを当ててレビューしていきたいと思います。はい、そしたらですね、こちらのイヤホンの概要をちょっと見ていきたいと思います。では行きましょう。はい、それではアンカーの新製品見ていきたいと思います。アンカー独自の同軸音響構造ということで、バランスドアーマチュアドライバーとダイナミックドライバーを同軸上に配置したアンカー独自の同軸音響構造により、高音質を繊細に表現しております。高音と低音が高度に調和した臨場感あふれるサウンドを実現しました。LDAC に対応しており、通常のコーデックと比較して約3倍の情報量を伝送できるため、原音忠実に音楽を再現することができます。また、ワイヤレス接続であっても、配列を再生をすることができます。外音取り込み機能ですが、イヤホンをつけたまま会話やアナウンス音の外音を取り込んで聞くことができます。右耳のイヤホンの長押し、またサウンドコアアプリを使用することで簡単に切り替えることが可能です。高音と低音のカスタマイズ、サウンドコアアプリを使ってイコライザーのカスタマイズが可能です。また、進化したイコライザー機能、ヒア ID 2.0 を搭載し、従来のヒアリングプロファイルの自動作成に加えて、ロックやポップ等の音楽ジャンルを掛け合わせて設定することが可能になり、より自分好みに合ったサウンドを楽しむことができます。こちらはですね、ワイヤレス充電に対応しております。また、15分間の充電で約3時間使用する短時間充電が可能です。製品の主な仕様ですが、防水性能は IPX の4を装備しております。通信規格は Bluetooth の 5.0。バッテリーですが、再生可能時間が最大7時間。これはイヤホン本体のみですね。充電ケースを使用した場合は最大で26時間使用することができます。
太陽光デックですけども、SBC、AAC、そして LDAC となっております。はい、というわけなんですけども、果たしてですね、こちらの実機の方に、どれだけのパフォーマンスがあるのか、実際に皆さんと一緒に検証していきたいと思います。そしたらまずは、ペアリングをして、ちょっとね、曲を1曲ぐらい聴いてみたいなと思います。今回は、LDAC っていうことなんで、Xperia とちょっとね、ペアリングしていきたいと思います。はい、Xperia と無事、ペアリングすることができました。それでですね、アプリの方をちょっと開いて、接続してみたらですね、一応ね、こちらの名称がね、リバティ2プロプラスってなってますね。外音取り込み機能ですとか、標準、あとはイコライザーがプリセットでいっぱい入ってますし、あとプロフェッショナルっていうのでも入ってますし、このプロフェッショナルっていうのは、プロが監修した、プリセットのイコライザーになります。で、あとはカスタムかな。こちらは自分で好きなように、幅はそんなに広くないんですけども、音域を調整できるよってものになります。あと、イヤホンパーソナライズっていうのがあるんですけども、ちょっとこれをやってみたいと思います。はい、イヤホンのパーソナライズも終わりました。あ、した感じを見ていただきましょうか。結構大ぶりなんですけど、左がこちら。で、右がこちらですね。で、ただ、こう、イヤホンをね、くるっと中に、耳の中に、滑り込ませるタイプなんで、で、なおかつイヤーウィングがついていて、ものすごくね、これ固定されていて、遮蔽感もいいですし、装着感もすごくいいです。うん、正面から見た感じもね、そんなに出っ張ってるっていう、ちょっとあれ出っ張ってるけど、そんなではないと思うんですけども、はい、つけた感じはこんな感じになります。で、それではですね、ハイレゾがいけるっていうことなんで、カノンロック、聞いてみたいと思います。おぉ。すげえ。すっげえいいよ。そしたらですね、ちょっと、1時間ぐらいかな。これ使って倒してみて、ね、レビュー項目に従ってレビューしていきたいと思います。というわけで、ちょっと検証いっていきますね。はい、戻ってまいりました。ちょうど1時間ぐらいですかね。それではね、冒頭で述べたレビュー項目に従ってレビューをしていきたいと思います。では、行ってみましょう。はい、それではレビューしていきます。まず1番ですね。アンビエントに関してなんですけども、ちょっとやってみましょうかね、実際に。外音取り込みモードっていうのがありますので、そちらをタップします。あ、よく聞こえるじゃん。あ、いいじゃん、これ。あ、音源の方がよく聞こえますよ。はい。この全力で音拾ってますっていう感は、否めないんですけども、普通に会話が成立するレベルになっています。で、ちょこっとだけね、自分の声も、入ってきて、少し工夫を持った感じなんですけども、性能的にはね、別に問題のあるレベルだと思います。13,000円でこれだったら上等じゃないですかね。はい。はい、ということなんで、1番のアンビエントに関しては、それなりの出来になっていますので、点数としては、まあ、10点中の8点とさせていただきます。はい。じゃあ、次2番目。大事な音質なんですけども、LDAC で、なおかつハイレゾを聞いてみたんですけども、もうね、たまらないぐらいね、音質が素晴らしい。解像度の高さは文句ないですし、音響構成もね、この13,000円っていうお値段の中で、ここまでできるものなのかっていうので、ちょっと感心してしまいましたね。とにかくね、透明感が高くっ
って、こう、よどみのない音質なんですよ。でね、こう、聞こえた感じは、まあ、こう、温度で表すと、ちょっとクールな感じの音に聞こえます。で、各音域なんですけども、低音域。はい。低音域は、ものすごく重厚です。あとね、この部分、ね、音質に関しては、まあ、イコライザーがあるのでね、最終的にはその中から、まあ、プリセットであるものとか、プロフェッショナルってことで、プロが監修したものを使ったりだとか、自分の好きな、要因作る、カスタムができるっていう、ね、この3つが揃ってますので、何かしらね、自分にとってのベストが見つかると思います。ちょっと話が逸れたんですけども、音域の話ですね。あと中音域なんですけども、あのね、もう、澄み切った感じのボーカルをね、思いっきり鳴らしてくれるんですよ。はっきり言って、この、定位感が素晴らしいと言えますね。はい。で、高音域なんですけども、あのね、本当にね、こう、細かい音、うん。本当に聞こえるか聞こえないかぐらいの音まで鳴ってくれます。はい。シンバルですとか、例えばハイハットとか、もうその辺はもう当たり前。もちろんのことなんですけど、例えばね、こうすごいチリーンですとか、こうシャリーンですとか、高めのね、特に高めの音に対してもちゃんと音が聞こえてきます。はい。なので、とてもね、繊細な高音を鳴らしてくれます。ものすごく出来がいいですね。まあ、先ほども言ったように、あとはイコライザーで自分で、音の設定を選んでください。ということで、2番目の音質に関しては10点中の10点あげたいと思います。すごい感動しました。はい。3番目は、バッテリー性能なんですけども、LDAC でね、こう、接続して使用していると、カタログ値よりも、再生可能時間は、ちょっと短くなるんですよ。やっぱり、その、高規格コーデックに対応してるっていうところで、やっぱりその、で、バッテリーの消耗がね、出てくってしまうので、これはもう活かし方ないんですけど、備えているね、今回の、リバティ2プロプラス。まあ、こちらは、しっかりね、バッテリーも入っているので、まあ、そんなにね、使ってて困ることはないと思います。それでも必要十分だということができると思います。はい、で、バッテリーに関しては、まあ、点数で言えば10点中の、まあ、8点を挙げたいと思います。ちょっとね、残念だった点なんですけども、やっぱりね、ノイキャンが非搭載なことです。もしかしたらね、こう、エンジニアの間で、まあ、どうやってコスパを製品にするかっていう中で、LDAC に対応させるっていうことと、ノイキャンを対応させるっていう、この二つをね、天秤にかけて、LDAC の方がもしかしたら採用されたんじゃないかななんて僕はね勝手にですけどそういう風に、思っています。でもね音楽ちょっとね音量を高めにして聞いてれば元々のねこのイヤホンの遮蔽感がいいので結構ノイキャンに近い軽いノイキャンが効いてるような感じで聞くことができます。はい、そうですね。残念だったっていうのは、そのノイキャンだけかな。うん。あとはもう、大満足です。ということで、まとめていきましょう。はい。はい、それではまとめていきたいと思います。今日ご紹介させていただいた商品なんですけども、こちらのですね、はい。アンカーから出ている、サウンドコアのリバティ2プロ。アプリ上では、プロプラスになってましたね。はい。で、世代的には第2世代となります。はい。それではまとめなんですけども、ものすごく率直な感想なんですけども、
非常にコスパのいい、製品だと思いました。はい、あのもしね総合得点をつけるのであればもう10点中の9点うん相手いいかなと思います。残りのねその1点はまあ、ノイキャンがまあ人を抑え、まあ、見送られたことっていう部分で、まあ一応減点の1とさせていただいて、10点中の9点っていう形に、私は感じましたね。はい。今やね、こう1万円台で LDAC ですとか、ハイレゾに対応しているっていう、この時代にあってね、うん、もう、うん、時代は本当に本当に変化してるなっていうんで感心しました。だって音質もいいし、筐体もかっこいいし何よりお値段が安いザ・コスパっていう風に言える商品だとこれは思います。でね、まあ僕もねいろいろレ、イヤホン、ヘッドホンレビューさせていただいてるんですけども、まあそのうちのねイヤホンに関してなんですけども、他にもね、こう1万円台、まあ大体1万円台の、1万3000円くらいかな。これちょうど今日の商品と近いぐらいの LDAC 対応製品をいくつか私も持っているので、まあ、そのうちね、うん、そのうち比較レビューでもしようかななんて、ちょっと考えてます。はい。まあ、乞うご期待っていうことで、以上でまとめとさせていただきます。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。あとね今日の動画良かったよって方グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。あと高評価いただけるだけで僕の動画作成モチベーションがバシッと上がりますんでその辺も合わせてよろしくお願いします。はい、今日はお見苦しい映像が入らなかったかな。ちょっとね、編集でチェックしてみたいと思います。やっぱアンカーすごいね。このコスパはもう神コスパだね。うん、またね次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。